こんにちは。本日はですね、パウンド・フォー・パウンドランキングが、更新されたというところで、本日は、それについてね、最新、前回、そして自分が選ぶ、パウンド・フォー・パウンドっていう形で、紹介していこうと思います。はい。最新で更新されたパウンド・フォーがこちらですね。1位がアルバレス、2位が井上尚弥選手、3位が、クロフォード選手、4位が、ウシク、5位が、テイラー、6位が、スペンス、7位がロペス選手で、8位がエストラーデ選手、9位がロマチェンコの、10位が井岡選手というところで、で前回が1位がアルバレス、2位が井上尚弥選手、3位がクロフォード、4位がウシク、5位がスペンス、6位がロペス、7位がエストラーダ、8位がロマチェンコ、9位がティーラーの、10位が井岡選手というところでしたね。まあ選手の入れ替わりはね、ないんですけど、この間の試合でテイラー選手が、ランクアップといったところですね。はい。まあ、ここの入れ替わりはあったっていうところで、まあ、更新されてます、ね。で、自分がね、選ぶパウンド・フォー・パウンドランキング。まあ、これは本当にね、これだからこうだっていうのはないと思うんで、まあ、もちろんその自分のね、好みで、選んでるんですけど、まあ、そちらが、ざっとこんな感じになりましたね。1位がアルバレス、2位がクロフォード、3位がベテルギウフ、4位がウシク、5位がデイビス、6位がスペンス、7位がロマチェンコ、8位がテイラー、9位が井上尚弥選手、10位が赤尾さんというところで、まあ赤尾さんは、まあ自分の完全に好みもありますし、生物的に強いなというところで、赤尾さんをランクインさせました。はい。っていう感じで、自分はこの選手をね、選びました、ね。はい。まあでも、本当にね、これというものはないと思うんですよ。パウンド・フォー・パウンドのランキングで、例えば、井岡選手が2位の、井上尚弥選手が2位で、井岡選手が10位の理由っていうのは、これっていうのは多分ないとは思うんですけど、まあ本当に日本人のね、選手がこの偉大なね、ランキングに入ってるっていうのは、本当にすごいですし、もうなんか誇りに思いますよね。うん。まあ、初めて、ね、日本人選手が入ったのが山中選手の時で、それでもね、うわーってなってたのに、今となってはもう日本人選手がね、当たり前のように、しかも上位にランクインしてるっていうこと自体がね、ちょっと前だとね、ありえなかったですからね。もう本当にボクシング、日本のね、レベルが上がってきてるのかなと、言ったように、思いますよね。もう本当に世界でね、どんどん活躍する選手が、まあ、増えてきてるっていうので、これからもっと面白くなるのかなといった感じですね。はい。まあ皆さんもね、ぜひパウンド・フォー・パウンドランキング、いろいろあると思うので、ぜひ、コメント欄の方でね、聞かせていただけると嬉しいです。はい。よろしくお願いします。